いい感じですね。左に握り寿司でございます。おいです。うん、うまいですね。こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今日はね、飛騨高山の旅で利用させていただいた高山グリーンホテルのね、宿泊記をお届けしたいと思います。高山グリーンホテルはですね、本当に過ごしやすかったですし、温泉も最高で、グルメもね、非常にレベルが高かったと思います。充実した内容になっておりますので、ぜひね、最後まで見ていただければなと思います。またね、泊まりに行きたいなと思っております。それではどうぞ。モーリーチャンネル。はい、高山ね、到着しました。今から案内してもらいます。いらっしゃいませ。お疲れ様です。はい、こちらでお届けさせていただくと、はい、煙ですか、お手込みで、はい、ありがとうございます。はい、5度キューブでした。なかなか規模がすごい。時間の方は右手にお進みいただくと大浴場がございます。うん、夜1時まで朝が5時からとなります。わかりました。はい、もういい感じですね。ここの館ができたばっかり、何でしたっけ。これが6月にオープンしたばかりのお部屋でございます。お部屋がこちらの6人3でございます。はい、ありがとうございます。はい、おお、いい感じですね。結構好きなテイストですね、このちょっとウッドな感じと。ああ、これもいいですね。仕事できるし、ちょっとゆっくりできるようなね、感じになってますよね。で、あ、浴室ですね。まあ、温泉があるんでね、使うことはないと思うんですけど、非常にいい感じで、アメニティ類もね、しっかり用意されてますね。めっちゃいい感じです。どっから見ていこうか。ここにトイレがあるかな。ああ、トイレも。これはいいですね。おしゃれですね。で、この辺にスリッパとかも用意されてますし、スリッパ用意されて、ご飯があるですね。枕もあります。で、もう一度、あ、セキュリティボックスがここに出てくると。で、その下は、下は何も入ってないって感じですね。で、こちらを開けると、あ、3ウェイ入ってますね。サイズが分かれてます。こちらもね、タオルとか、ね、入ってますね。で、このあたりも、あ、コーヒーカップとか、はい、こちらもコーヒーとかケトル。本当にね、ホテルに最低限絶対いるだろうみたいなのはしっかり網羅されている感じですね。冷蔵庫もありますと。はい、空気清浄機と、ここおしゃれなね、ランプとかあって、ここを開けると飛騨高山の街並みが一望できると。素晴らしいですね。はい、食事の時間まで20分ぐらいあるので、ちょっとこの間にね、さっとお風呂も行ってくると思います。ちょっとね、お風呂の撮影はできないようなんで、想像していただければなと思います。じゃあ行ってきます。はい、それでは今から夕食をね、いただきたいと思います。この緑亭というところでね、いただきます。どんな料理が出てくるか楽しみですね。ひな人形を飾ってますね。おー、なんか楽しみですね。今日はね、お昼を抜いてきてるんでね、思いっきり楽しめるかなと思いますですね。ゆずジュース、ホタルイカ、いろいろありますね。楽しみですね。お飲み物お届けいたします。はい、ありがとうございます。前菜のご用意と食前のゆずのジュースのアルコールですので、こちらからお待ちいただきます。では、いただきたいと思います。いただきます。このね、順番に食べていきましょう。まあ、まずはゆずジュースからですね。いただきます。ああ、美味しいな。ゆずジュース、美味しいです。おすすめのね、お酒ということで、ヒムロをいただきました。ちょっとヒムロって聞くとね、僕らの年代ではもう思い浮かべるものは一つだけなんですけど、ちょっとあえてそこには触れずいただきたいなと思います。まあそうっすね、これそんなにね、お酒の味分かる人じゃないんですけど、いただきたいと思います。ん、あ、美味しい。これやばいやつっすね。飲みやすすぎて、多分飲みすぎるやつですね。美味しいですね、やっぱり。やっぱ水がいいんですかね。ホタルイカ来ました。じゃあホタルイカね、来ましたんで、いただきたいと思います。どうですか、これね、見えますか。
これです。あ、美味しい。甘いな和食。じゃあ次はちょっと読み方わからんけど前菜の盛り合わせですね。伊勢物はプリみぞれ鍋でみぞれ鍋。バチ、はい、バイガイ、タイ、マグロ、器に白エビでございます。黒いものはワカメのゼリー寄せでございます、ありがとうございます。ちょっとどんどんいただいていきます。これはしめ鯖ですね。うん、これ甘露煮ですね。最近は甘露煮をいただく機会が多いですね。前も三重に行って甘露煮いただいたりとか。美味しいですね。タケノコ、うん、あーうまいな。フィンガーラーですね。わらび、うん、わらびとかね、やっぱこういう形でいただく以外になかなか自分からこうわらびをこう注文するとか作るとかってないと思うんで貴重ですよね。美味しい。うん、でタコですね、タコ、ね、でアナゴですね、うん、引き続いてお刺身いただきますね。こういう地域だと逆にこう刺身があること自体が結構レアなのかもしれないですね。海あるんか。ないです。いただきます。うん、あれですね。いただきます。ちょっと名前忘れちゃいましたけど、いただきます。後で表示しておきます。いただきます。はい、おいしいな。40超えるとね、やっぱこういう料理が今までよりもぐっとこう美味しくなりますよね。やっぱね、20代とか30代前半の時ってもうちょっとなんかがっつりみたいな料理が良かったりしたんですけど、今はね、やっぱこう一つ一つを丁寧に楽しむみたいな感じのスタイルの方が好きになってきましたね、うん、で、まあ、ホテルとかも泊まれりゃいいみたいな感じの時期もあったんですけど、だんだんやっぱ一つ一つを大切に泊まろうじゃないですけど、まだまだそんな時期じゃないかもしれないですけど、ちょっとずつこうね、やっぱり変わっていくのかなという次第でございます。今ね、その刺身になかなか入ってこないんじゃないかみたいな話してたんですけど、まあ、ちょっと聞いた話によると、富山の氷見ですね、まあ、僕とかは知ってますし、すごい海鮮系最高みたいな地域だと思うんですけど、そこからやっぱ入ってきてるみたいですね。だからまあ美味しかったということですね。ホタルイカもそこから入ってるみたいです。なんかそう聞くとさらにね、期待感があるわけですけども、いやいいっすね。左のおにぎり寿司でございます。おお、お肉の油が浮いてしまいますので、はい、別添えでお醤油をご用意いたしておりますので、ありがとうございます。はい、じゃあ飛騨牛の寿司ね、いただきたいと思います。これは絶対やばいですね。これです。うん、うまいですね。さすが飛騨牛、贅沢ですね。本当に贅沢、ありがとうございます。ということですね。姫田の畑牛でございます。おお。でこっちが、こちらが鮎の炭火焼きでございます。こちらは総和流という流派に沿いまして、はい、手を向けて提供いたしております。あ、そういうことなんですね。頭から尻尾まで食べていただけるよう焼いておりまして、はい、お好みでタデ酢というお酢をつけていただいて召し上がりくださいませ。わかりました。え、これなんでその背中から、あ、美味しいところをお客様に向けるっていう。なるほど、そういうことなんですね。ありがとうございます。いただきます。若竹蒸しですね。美味しそうですね。すごい感じ。うん、美味しいな。あと鮎ですね。ちょっと鮎にね、最近は縁がありますけども、面白いですね、この背中から出すっていう。これも小餅ですね、これにつけてと。うん、鮎の時代来ましたね。うまいっす。蒸しズワイガニ、蒸しズワイガニ。はい、それではカニをいただきたいと思います。いや、カニ食べに行きたいなと思いながら全然行けてないんで嬉しいっすね。うん、カニうまいっすね。カニツアーに行きたくなってきた。じゃあ右手側から、新玉三角、肩バラ、新玉、カルビ、貝の実の5種類でご用意いたしております。詳しいご案内がそちらでございますのでお使いください、はい、で、あとお肉のタレはニンニク醤油とお味噌のタレをご用意いたしております。ここで使うんですね。はい、油敷いておりませんので、カルビなどで伸ばしていただいてから焼いてお召し上がりください、はい、あ、これ順番は特にはございません。あ、特にないですか。おすすめの順番とかもないんですか、はい、カルビ
いただきます。いただきます。うん、うまいっすね。まだまだね、こう肉を美味しく食べれるっていうのはありがたいことです。この次、新玉三角でいただきますね。何をどっちでいただいたらいいか分かんないけど、もういただきます。うん、うまい。微妙にやっぱ味が違うな。肩バラいただきます。今肩バラ食べましたけど、肩バラ美味しい。ちょっとね、僕基本的には炭水化物控えてて、ご飯ほとんど寿司以外食べないんですけど、黄金のひらめきっていう名前のご飯って聞いたら、もうそれは食べないといけないでしょみたいなね。これちょっといただきたいと思います。うん、美味しいですね。で、僕ご飯ね、その嫌いなんじゃなくて控えてるだけなので、でこの漬物も飯泥棒漬けってもう名前からご飯のお供のね最上級みたいな感じですけど、あ、これはもう飯泥棒ですね。ご飯食べないとダメですね。赤かぶもうまそう。うん、うまい。味噌汁もいただきます。順番が逆やったか。うん、デザートでございますが、カスタードプリンのご用意、上にわらび餅が乗っております。バターフルーツの盛り合わせのご用意と、真ん中のケーキは黒ごまのケーキをご用意いたしております。ありがとうございます。美味しそう。じゃあデザートをいただきたいと思います。フルーツはうまいですね。ごまのケーキ、うん、あ、ごまが結構しっかりと。プリンかな。あー、ふわふわっすね。いや、それにしても大満足の内容でしたね。ボリューム的にもバリエーション的にも満喫できたなという感じですね。まあ外にね、ご飯食べに行くのもいいかと思うんですけど、こうやってあえてホテルの中で楽しむっていうのも、まあ今ね、ちょっとその感染症のこともありますし、ホテルの中で済ませられるんだったら、それはそれで安心な部分もあるのかなと思いますので、こうやってホテルの中で食事をするっていうのも一つ選択肢として入れていただけるといいんじゃないでしょうか。いや、すごい良かったですよ。これはこれでいいと思います。ちょっとね、外も行きたいなと思ってるので、この後、まあ、YouTube のために仕方なくね、頑張って外の店も行ってみようかなとは思ってるんですけどね。ちょっとね、あそこにあるオリジンっていうところに行こうかなと思ってたんですけど、11時までかと思ったらもうなんか10時に閉めるそうで、ちょっとこの前にある八角亭っていうところ、ここもちょっとこれから閉めるかもしれないですけど、ちょっと行ってみたいと思います。うん、まあ、はい、なんかね、こういうタブレットがねついてて、全部オフにすると照明消えるんですよね。でここでつけるとつくと、でこうベッドだけオフにしたいとか、読書とオフ、エントランスオフとか、細やかにこう調整することもできると。あー、面白いですね。で空調も弱にしようかなとかね、設定できるといいですね。はい、朝食を今からねいただきたいと思いますけど、先ほど温泉に入ってきて、かなりちょっといい気分のまま朝食いただきたいと思います。昨日のね夕飯と同じ場所になるんですけども、この人形なんか見覚えあるな。簡単にお料理の説明をさせていただきます。左手の銀のお鍋、井戸豚のしゃぶしゃぶでございます。お肉入れていただいて、トーストを焼く前にお召し上がりくださいませ。右手の鉄板の上に飛騨の黄金味噌がございます。先ほどお持ちいたします。ご飯とご一緒にお召し上がりくださいませ。ただ鉄板の空いているスペースで中央にございます、鮭を温めていただくと美味しくお召し上がりいただけます。またサラダはドレッシングかかっておりますので、そのままお召し上がりくださいませ。サラダの前にございますお醤油は冷ややっこにかけてお召し上がりくださいませ。ただいまご飯ご用意いたしますが、ご飯はおかゆにも変更していただけます。いかがいたしますか。おかゆを少なめでお願いします、はい、こんなね素敵なロケーションで食べることができます。今日はね 100% 雨ということで、土砂降りの雨をね想像してたんですけども、雨止んでるんだねみたいな状況ですけども、ちょうど外出る頃には雨もこう落ち着いてることを希望しますが、どうでしょうか。いや、それにしてもね、朝からすごいボリュームですね。これはもうお昼食べれないコースですね。こんな感じでね、献立もちゃんとね、こうパンフレットが作られてるんですよね。
結構ね、食べてて何食べてるんやろみたいな、ね、感じになることって旅のあるあるじゃないかなと思うんですけど、まあ、それを解消ですよね。全部細かく教えてくれると。こう牛乳って書いてますね。今日牛乳をちょっと頼みました。普段ね牛乳飲まないですけど、飛騨の牛乳って言われると頼まなあかんやみたいなね感じになりますからね。飛騨の漬物、だいたい飛騨の関係のものが多いのかなと思いますね。楽しみです。それではちょっとこう朝をここまで食べるってのは珍しいことなんですが、 YouTube の撮影のためありがたくいただきたいと思います。いただきます。まずはサラダですね。お願いします。うん、地野菜のサラダ美味しい。サラダいいっすね。シャキシャキです。あ、これがおかゆか。これがおかゆです。今回おかゆにねしてもらいました。こっちが味噌汁ですね。味噌汁いただきます。野菜いっぱいの地味噌汁ということでね、どっから食べようか。豆腐ですね。体に優しいです。じゃあ牛しぐれ煮ですね。本当はご飯食べるのかな。うまっ。おかゆもうまい。しみ豆腐ですね。いただきます。うん、いや体に優しいものが多いですね。助かります。うん、肉を入れてこれですね。いただきます。うわうまいな。飛騨ロッセ豚っていうんですかね。飛騨ポークですね。こちらでは鮭を焼きます。ほうば味噌ですね。これも飛騨高山名物ということで、これをこの鮭につけたりとかご飯にのせたりとかみたいな食べ方ですかね。多分その僕の勝手な予想ですけど、この飛騨高山は米もすごく美味しいということを聞いてるので、まあ、その米をできるだけ美味しく食べるための食材っていうのがすごい豊富なのかなと。ほうば味噌だったりとか漬物ですよね。漬物系とかなんか多い印象があるので、保存できるみたいな部分とやっぱ米をこう美味しく食べるみたいなところが、まあ、そういったものを生んだのかなという勝手な予想です。コメントでいやそれは間違ってるぞっていうのは指摘いただければと思います。じゃあ飯泥棒いただきます。いやこれ飯泥棒じゃないんか。まあでも漬物ですね。あとこれですね、飛騨高原牛乳。まあ僕はね旅先ではいろんなそのサイダーを飲むみたいなことをやってますけど、これからはいろんな地域の牛乳も飲んでいくっていうことをねやっていきたいなと、ここに宣言しておきたいなと思います。時々ちょっと忘れたりすると思うんですけど、早速第1弾ですね、飲んでみたいと思います。ああ美味しいですね。後味が全然違いますね。パッと飲んだ感じは普通の牛乳を飲んだような感じなんですけど、後味がもうスイーツかなみたいな、健康的な甘さが広がるって言ったらいいですかね。いやうまいですね。これは何杯でも飲めます。このほうば味噌をねつけてお鮭いただきたいと思います。ご飯につけたりとかね、この鮭につけたりとか自分の自由な感じで食べたりということなんで、こんな感じですね。うん、あ美味しいな。鮭の魅力がね100倍ぐらい向上します。いやうまいな。いや濃いな。これはご飯もめちゃくちゃ進みますよ。うん、あお酒もこれ良さそう。ちょっと朝からはね飲めませんが、お酒とともに大葉味噌ありっすね。ご飯のお供とやっぱお酒のあてみたいなものがすごい飛騨高山多いんじゃないかな、そんな気がするな。全部お酒にも合うな。めちゃくちゃねすごい雨が降って、もう眼鏡が曇っちゃってるんですけど、今からねその陣屋って言われる朝市、その飛騨高山でやってるらしいんで、それをね見に行きたいなと思ってます。もうね雨でちょっと全く前が見えないんですけど、何とかたどり着きたいなと思います。いかがでしたでしょうか。高山グリーンホテルさんの宿泊記をお届けさせていただきました。高山グリーンホテルめちゃくちゃ過ごしやすくて、料理もね本当
当に美味しかったと思います。あそこまでね朝ごはんが充実してるとはねまさか予想もしてなかったので、いやレベル高いなって感心してましたね。まあ、非常にご飯食べる環境もね素晴らしかったですし、味も素晴らしかったと思います。ぜひね皆さんも高山グリーンホテル利用していただいて、朝食だったり夕食ね試してみてもらえればなと思います。また来たいと思います。僕のチャンネルではねこういった旅に関わるね僕の Vlog だったりとか旅の豆知識みたいなところをお届けしておりますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録の方していただければなと思います。またねやっぱこの旅に行くのに飛行機に乗るのにもねお金が必要なわけで、まあ、そういったお金を貯めたいっていう方は旅貯金チャンネルという節約系のチャンネルもやっておりますので、そちらも合わせて見ていただけるとよろしいかなと思います。またね節約だけじゃなくてもうやっぱガンガン稼いでいきたいんだと、ビジネスしてガンガン稼ぎたいっていうような方は、僕も旅しながら稼ぐっていうところをね今実践しているマインドだったりとかを発信しておりますので、成長チャンネルっていうチャンネルも合わせてご覧ください。そしてねまた僕自身に興味があるっていうねちょっとね変わった人はサブチャンネルもやっておりますのでね、そちらの方チェックしてください。そちらではねただ僕の好き勝手な発信をしているだけなので、興味ある方はぜひチェックしてください。それではね次の動画でお会いしましょう。では。